この感じはもうポイント制だから一瞬当たったよという止める意思をしてる。もうこれはもう実践には役に立たない。そうするともうこれはもう次の行動に移る。いかに式が速くないといけない。それだともう間があって戦いにならない。ポイント制だと止めて、はい、当たったよという意思表示でやる。これは大山空手との大きな違い。